気ままな実況部屋へようこそ。どうも隊長でございます。ということで今月もやってまいりましたね。いつまで続けられるかわからない雑談動画ということでやっていきたいと思います。まあ年内最後ですね。まあ年内最後っつっても10月から始めたばっかだからまだ3ヶ月目だから年内最後って言っていいのかわかんないけど、まあまあまあね、やっていきたいと思います。はい、ということで、やっていこうと思うんですけれども、本題入る前にね、一つ、告知じゃないですけど、告知です。どれやねって。告知なんですけど、クリスマスイブの日にですね、歌ってみた動画をね、あげました。ね、皆さん、聞いてくださいましたでしょうか。デコニーナさんっていうね、ボカロ P さんの楽曲でジャーニーっていう曲を歌わせていただきました。もともとはね、プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク、長いな正式名長いんだけど、プロセカね、プロセカっていう、スマホゲームの2周年記念楽曲になるんですけれども、そちらをね、歌わせていただきました。本来はあの曲5人と、プラス初音ミク、6人かなで歌ってる曲なんですけれども、頑張って隊長さん一人でコーラスっぽく頑張ってミックスして、ミックスめちゃくちゃまだ度がつくぐらい初心者なんですけれども、そもそもあれはミックスできてるのかとも不安なんですけど、別にそんなね、慣れてる人に教わったわけでもなく完全に独学なんてね、ちゃんとできてるのか不安ではあるんですけれども、出させていただきました。ちょっと長くなっちゃうんであんま長々とは喋れないですけれど、頑張って歌ってね、ミックスして動画はあんま編集しないんで、ちょっと自分のミニキャラのけたぐらいでほとんどしてないですけれど、頑張って作りましたのでね、まだ聞いてないよって方いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄に載けとこうかな、概要欄に載けておきますので、よかったら聞いてあげてください。聞いてあげてください、他人事やな、聞いてみてください、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、いよいよね、2022年も早いですね。なんかあっという間に終わって2023年になってしまおうとしているところですがね、年末年始皆様いかがお過ごしでしょうかね。家族と過ごすっていう人もいればね、親戚のところに行くとか、親戚が逆に来るとかいう人たちもいればね、友達と一緒に、どこそこに行くだのなんだろうってね、過ごす人もいれば、はたまたね、年末年始一人で過ごすっていう人もいるでしょうし、おのおのいろいろな過ごし方があると思うんですけれども、中にはね、今んとこ一人で過ごす予定だけど、なんか一人じゃ暇だしなーって、誰か誘えないかなーって考えている人もいると思います。そんな時にですね、年末年始じゃなくてもね、何かこう一緒に友達とやりたいなとか、友達とどこそこ行きたいなって思った時にですね、皆さんは友達のことを誘えますか？今回はそんなお話です。題しまして、今回の話題はですね、ズバリ友達を誘えない人についてということでお話ししていこうと思います。いやー、ですね、わざわざ題するってことですから、お分かりいただけると思うんですけれど、隊長さんですね、ほとんど誘えません。誘い方がわからないって言っちゃうとちょっと大げさなのかもしれないんだけど、ほとんど自分から何かに誘うことがないタイプの人間なんだよね。誘えないというか、誘う勇気がないというか、誘いづらいというか、なんというかなんだけど、とりあえず、それはいいんだけれども、あんまり自分から友達とかをね、何かに誘うっていうことがほとんどないタイプの人間です、隊長さんはね。
まあ、俺自身がそういうタイプの人間だからなのかもしれないんだけど、昔からなんだけどさ、逆に結構友達として仲良くしてもらってる人って結構ね、逆のパターンで、いろんな人に声をかけることができて、いろんな人にこう、今日どこそこ行こうぜとか、何やろうぜって誘ってくれる人、すごい積極的な人が、仲良くなれる傾向が昔からあるんだよね。だから、まあ、ある意味相性自体は、相性っていうかなんていうかだけど、まあ、そういうのはいいのかなとも思う反面、まあ、言われたことは、何度かあることなんだけど、もっと、こう、自分のことも逆に誘ってくれていいんだよって言われたことは、あるんだけれども、その期待になかなか、答えることができて、できたことがないというか、そうね。そう言われてもちょっとなかなかこっちから誘えないことの方が多いんだよ。まあだからきっと、そう、自分からね、積極的にいろんな人をいろんなことに誘える人たちからすると、そうやって自分から誰かを誘うってことができない、誘うってことをしない人たちのその気持ちっていうのがあんまり理解されてないというか、なんで動かないんだろうってきっと思ってる人も多いと思うんだよ。だからちょっとそういう人たちに向けてではないけれど、まあ隊長さんを例にしてね、ちょっとそういうことをお話ししていこうかなと今回は思います。さて、ということで、自分からね、友達とかを誘うことができないというお話ではあるんですけれども、まあ、全く自分からこう誘うってことができないっていうわけではないんですよ。まず何かっていうと、誘えないっていうのが、個人に向けて、まあ、LINE とかでさ、まあ、A 君、B 君いたとしようよ。今日、あのゲーム、A 君と一緒にやりたいなって思った時に、A 君に直接、今日の夜、暇とか、遊べるとか、そういうことが、ちょっと、苦手というか、できないんだよね。逆に A 君も B 君も一緒に入ってる、なんかそのグループチャットみたいな。まあ僕の場合は普段ディスコードを主に使っているんだけれども、そういうなんか他人数に向けて今日何々できる人って呼びかけることは全然何のためらいもなくできるんだよね。A 君とか B 君個人に直接遊べるかどうかって聞くのはちょっと厳しいんだけど、ただそういう A 君も B 君も含めたいろんな、まあ、5、6人ぐらいいるグループのチャットには、今日何々できる人って聞くことは全然何の苦もなく聞くことができるんだよね。で、まあどうしてその個人に向けてが誘えなくて、その他人数に向けては全然声掛けできるのかっていう話なんだけど、まあ他人数にこうグループチャットとかで呼びかけるのはさ、こう何々できる人って呼びかけて、まあ無反応のまま何も返事がないっていう可能性もあるわけじゃん、要は。まあそういう時って大体ね、自分はできないけど、まあ他の人は遊べるのかな、みたいな。できないイコール無反応でいいやっていう人も中には結構いたりするじゃん。できる時だけ反応して、できない時は何も反応しないっていう人、まあ他の人に任せようっていう人もいると思うんだけど、まあ反応がなかったんだったら、まあ誰も遊べないんだなっていうことで、まあそのまま諦めはつくことができるんだけれども、個人に向けて A 君と B 君それぞれ各々に直接今日の夜遊べるって聞くとさ、絶対にこうそれぞれ返事が
帰ってくることになるじゃない。まあ既読無視とかされたらそれはそれでまたちょっと別問題にはなるんだけれども、まあそういうことを考えなかったら基本的には絶対返事来るじゃない。今日できるできないとか用事があるとかさ、返事が来ることになるじゃない。でその時にそのわざわざそういう大人数で別の場でね聞くことができる場があるのに個人に聞くってなるとさ、返事を相手にさせないといけないっていうことになるわけじゃん。それがちょっとまずなんか時間を煩わせるじゃないけど相手に使わせるのがちょっとなんだかなってその返事をする時間を相手に使わせるっていうことがまずちょっと申し訳ないって思ってしまうのと、その今日はできないとか用事があってごめんねって断られてしまうこともあるわけで、なんかそういちいち相手に言わせるのも申し訳ないし、そう断られた時のそのショックって言っちゃうとあれだけどね、一緒にやりたかったな、行きたかった、どこどこ行きたかったなっていうのが叶わなかったっていう、そのちょっとしょんぼりとさ気持ちがストレスというか、ちょっとね思い込みすぎちゃうっていう部分もあるんだよね。だからその言葉をわざわざ聞かせられるのであれば、他人数に向けて声をかけた時に無視してもらった方が個人的には気持ちがまだ楽というか、あ今日できねえんだな、じゃあいっかぐらいの、そのぐらいの気持ちで済ませられるから、そっちの方が個人的にはすごく楽なんだよね。やっぱちょっと気も使っちゃうし、断られた時ちょっと寂しいなって思っちゃうから、ちょっとなんか誘いづらいなっていうふうに思ってしまうのがまず一つ目かな。その考えすぎ、そんなことをそこまで一つ一つ細けいことにねえ喜怒哀楽してもしゃあねえじゃんって言われることもわかるんだけど、考えすぎちゃうところがやっぱちょっとあるんだよなってある。そうなんだよねちょっと今の文脈下手だったけど、そうあるんだよね。でまあちょっとこっからちょっと話変わるんだけどさ、そもそもだよ、そもそも隊長さんはね、その、ま、もちろんね友達と一緒に遊ぶとかどこそこ出かけるっていうのも楽しいんだけどさ、そもそもの話として一人の時間っていうのが好きなわけなんだよ。別に一人で遊んでてもそんなに苦ではないし、どっちかっていうとこの自分の時間っていうものがもう自分中心に回ってるというか、頭の中で今日はあれをしよう、今日はこれをしようって頭の中で考えてて、その中に今日はあの子 A 君と一緒にあれをやろう、今日は B 君と一緒にあれをやりたいなっていう、その思考がまず発想として出てこない。だから自分の頭の考え事の中に自分以外の登場人物がまず出てこないんだよね。まあもちろん欲としてはあるよ、その A 君と一緒にやりたいな、 B 君と一緒にどこ行きたいなっていう欲自体はあるけれど、まあそれは叶ったらいいなでちょっと別の遠いところに置いちゃって、まあそれは叶ったらいいけど、とりあえず今日は自分一人でこれをやろう、あれをやろうって自分の中で自分のことを考えてるから、いつまで経っても出てこないのよ、そう遠くに置いたものを引き出しから出すことができないんだよね。だからまあちょっと回りくどく言ったけど、要は自分の一人遊びがすごく得意で、ずっと自分一人でなんやかんやと過ごすことも全然余裕でできちゃうタイプの人間でもあるんだよね。まあこう言っちゃうとちょっとね語弊が生まれるのかもしれないけど、
多分ゲーム実況者の多くはこれのタイプが多いじゃないかなっていう。まあ最近は結構もう陽の人たち、陰と陽でいう陽の人種の人種って言うちょっとあれだけど、陽のタイプの人たちもね、結構ゲーム実況として実況者として活動してる人たちも多いからさ、当てはまらない人も結構多くなってきてるのかもしれないけど、昔はさ、ゲーム実況者イコール陰のものっていうイメージがめちゃくちゃ強かったと思うんだよ。で、まあ、某赤い髪の人もさ、昔なんか言ってたんだよね。そういうタイプの人間じゃねえとゲーム実況なんてしてねえよって。ね。某赤い人の赤い人って言って伝わる人は伝わるかもしれないけど、あの人も言ってた通りね、やっぱね、ゲーム実況者って一人遊びがやっぱ得意な人が多いと思うよ。だから全然ね、こう今日はあのゲームの動画を撮ろうとか、今日はあのこないだ撮った動画の編集をしよう、今日はサムネ作って投稿予約までやっちゃおうとか、今日はオフでね、プライベートであのゲーム進めとこうかなとか、そういうことを黙々と自分の中で考えてはやってしまうっていう、まあエンドレスループよね、そういう一人遊びのエンドレスループが頭の中にあるから、気がついたらずっと一人ぼっちで過ごしてるっていう、そういうところがまあゲーム実況者さんにも多いと思うし、僕自身もそういう節があるんだよね。だからいつまでたっても気がついたら一人で過ごしてるっていう、そういうタイプの人間なんだよ。逆にその自分の中でこうエンドレスで自分遊び、自分遊び、一人遊びのことをずっと考えてるからこそ、受け身ではあるわけじゃん。一人でパソコンの前にこもってさ、なんだかんだやってるわけだから、ずっと受け身であるわけで、設定動かないからこそ、逆にほとんどの場合一人遊びを自分でしてるからこそ、予定っていう予定がないわけで、今日は誰かと一緒に何をするからごめんとか、どこそこ行くからごめんとか、そういうふうに断る理由っていうものがあんまりなかったりもするんだよね。まあそれは俺自身の話だからそんなことないっていう人もいるだろうけど、隊長さんに至っては言うほど断る理由もあんまなかったりするから、多分ほとんどの場合誘ってもらったら OK じゃあ行くわってなるよ。別にそこの物腰は重くないと自分自身思ってるし、なんだったら誘ってもらえることはすごい嬉しいと思うから、別に人と、さっきも言ったけど、人と何かをするっていうことは全然嫌いじゃない、むしろ、ね、人と一緒にいることを好きだし、ただ自分の一人遊びっていうのが得意ってだけで、別に人と一緒にいるってことも苦ではないんだよね。まあ中には苦である人もいるとは思うんだけれども、隊長さん自身は別に苦ではないんだよ。だから全然誘ってほしいし、誘ってもらえたら一緒に何かするし行くし、だからめちゃくちゃそのお誘いはウェルカムなんだよね。そんなこと言ったって自分も誘ってあげないとね、対等じゃないんじゃないかって思われると思うんだけど、さっきも言ったけど、まず返事をもらうっていう労力を取らせるのもなんかちょっと申し訳ないなとも思ってしまうし、まああとはもうそもそも連絡が来ないっていう可能性もあったりするからさ、なんか次の日ごめん昨日は忙しくてとか寝ちゃっててとか、まあ寝ちゃっててならまあいいんだけどさ、まあ、忙しすぎて帰ってきてそのまま寝ちゃったとかね、そういうパターンもあるだろうし、なんかそれはそれでお互い気まずくなっちゃうし、なんか誘った方がいいけど全然連絡来ないってなんか無駄にそわそわしちゃうし、まああとこれは関係あんま関係ないかもしれないけど、隊長さん自身の性格上あの連絡はできるだけ早く欲しいなっていうふうに思っちゃうタイプでもあるから、
連絡来ねえな、連絡来ねえなって言って、ちょっと若干、ちょっと、ってなっちゃう ところもあるから、まあもう、寝ちゃってたりとかさ、まあね、忙しすぎて無理だったって、まあしょうがないことはしょうがないんだけど、事情ね、言ってもらえれば、まあそっかで別に済む話ではあるんだけど、とはいえ、その時間、その返事が返ってこない、その時間がすごいもどかしいって思っちゃうタイプ。あんま気長に待てないっていう ちょっとそういうと変なところがせっかちなタイプだったりもするから、それも嫌だっていうのも正直ちょっとあったりもするかな。あとはね、やっぱね、その今はこの人忙しくないのかなとか、ねえ、何をしてるのかなっていうのが相手の状況がわからない状態で質問をするわけじゃん。質問というか、まあお誘いをするわけじゃん。で、そんな中で、まあ、いろいろ相手が、ね、どういう状況なのかなとか、あとはもう断られたら、その後どうしようかなとか、なんか、いろいろ、もやもやした中で、お誘いってすることがやっぱり多いじゃん。そういうことをね、不確定情報が多い中、そういうことを考えるっていうことがすごいストレスというかね。いや、やだ、一人で遊ぶって なっちゃうんだよね。一番はやっぱ相手の状況がわからないっていうことが特にやっぱ嫌で、この日は用事あるのかなとか、今日はね、夜何もないのかな、お暇なのかなとか、そういうのを考えるのがすごい嫌で、お誘いができないっていうのが、特にこれがでかいかな、隊長さんは。だから逆に、事前にね、こう、まあ、月曜日の夜、こう一緒に遊んでたとするじゃん。で、その後、次、一緒にやるとき、どうしようかって話になって、この日とこの日は夜何もないから俺は全然大丈夫だよって言ってくれたとして、その日にじゃあちょっと自分もできそうだったら言うわって、でいざその日になって、まあ特に自分も何もないから今日は A 君と一緒にできるなってなった時に、今日ね、自分も何もないけど、やる？って。そう、相手の状況とか予定が分かった上で、誘うことは全然できるんだよ。だからやっぱ、その不確定要素がほとんどない。まあ、相手の状況が、予定が入ってなければね、変わってなければ、今日は多分向こうも遊べるな。じゃあ誘おう。っていうことは、全然できるんだよ。ただやっぱりね、さっき見たけど、相手の状況っていうのがね、わからない状態でお誘いするっていうことがすごくストレスで、もうそういうの考え出したらもうキリがなくなっちゃうから、もう嫌だ、じゃあ一人遊ぶから遊びたかったら誘ってほしいっていうところに落ち着いて、なかなか誘うことができないっていうのが理由、まあ、二つ目になっちゃうのかなっていう、なんだかんだこういろいろ考えてしまうっていう、まあ、良くも悪くもね、相手のことを考えてしまう節があるから、まあ隊長さんは特にそういうことを考えてたりするかなっていう感じかな。何度も言ってるけど、すごくいろいろ考えちゃう、相手のことを考えちゃって嫌になっちゃうっていうところでさ、まあ言い方を変えればすごく気を使っちゃうんだよね。すげえ気を使っちゃって、それがストレスになっちゃうっていうタイプ。まあなかなか声を自分からかけることが苦手っていうところではあるんだけど、
まあ、自分以外で、そういう似たような人っていうと、あれだな、YouTuber の、さ、カジサックさんっているじゃん。まあ、いわゆるキングコングの、芸人のね、キングコングの梶原さん、まあ、カジサックさんとして活動してらっしゃると思うんだけど、あの人も結構自分からそういったこと言ってて、自分のことをすげえ気遣いで、かつメンヘラだって、あの人自分のこと言ってたりするんだよね。まあ、俺のこの、ね、気持ちっていうの全て同じかっていうのはもちろんわかんないけれども、まあでも、多分似てると思うんだよ、あの人も結構。まあ、有名人の人と自分は似てるって言っちゃうとなんか嫌な話になっちゃうけどさ。まあ、でも、あの人の話を聞くに、あ、結構共感できるなっていうことが多かったりもするんだよね。で、あの人って、結構前だけど、一回そのストレスが原因で、飛んじゃったって言ってるけど、まあ、いわゆるその仕事を全部放棄して、まあ、辞めちゃったっていう意味なんだけど、まあ、それを本人は飛んでしまったって言ってるんだけどさ、まあ、飛んじゃったことがある過去が結構前にあるんだよね、あの人って。キングコングって、まあ、だいぶ昔ではあるけれど、すごい昔にデビューしたてでめちゃくちゃ人気になったコンビなんだよね。で、高校卒業したてですごいいきなり人気になって、で、右も左もわからないままいろんな番組、テレビ番組に出演させてもらったりとか、冠番組をもらったりとか、ね、いろんなところに引っ張りだこで、で、お笑いもやりながらっていうところで、すげえ忙しかったんだって。で、めちゃくちゃいろいろと頑張りながらも、その周りの人に気を使ったりとか、先輩後輩に気を使ったり、相方のね、西野さんいらっしゃると思うけれども、西野さんにもいろいろと、ね、気を使ったり、喧嘩したりとか、なんだかんだでめちゃくちゃストレスがかかった挙句に、とある仕事終わりに、その西野さんと最後、ホテルで解散した後、なんか気がついたら電車に乗っててめちゃくちゃ遠いところにいたって言ってて、その時に。で、西野と解散したところまでは覚えてるけど、それから先のことは途中とか道中全く記憶にないって今でも梶作さん言ってるんだよね。で、そこから2ヶ月半ぐらいだったかな、確か。2ヶ月半ぐらい全ての仕事がなくなっちゃって、で、まあ、療養して、で、久しぶりになんとか復帰したっていう形をとってはいたんだけど、まあ、要するに、まあ、あの人も結構、ストレスに押されちゃうと、ちょっとメンタルがやられちゃって、とんでもないことになっちゃうっていうタイプの人なわけよ。まあ、言ってしまえばね、まあ過去に一回やらかしちゃってるからそういう人って言ってしまっても損失はまああんまないと思うんだけど、まあ失礼ではあると思うんだけどさ、まあそういう人はないと思う。カジサックさんも人を誘えない、自分は気遣いでメンヘラだから誘えないから逆に誘ってほしいって言ってる。つまりそれすなわち、まあなんでかっていうと、まあ理由は多分ほぼ一緒なんだよね、俺が考えてることと。まあ、あの人は本当、今でこそカジサックって言って、有名の YouTuber になったから、いろんなね、お誘いとか仕事とか、ね、いろいろあるだろうし、俺なんかよりもね、もっと上の立場でいろいろあるだろうから、そういう人が、一回一回こう自分で誘うっていうことに対して、ストレスってなってるんだとしたら、やっぱりまあ規模感は違えど、その人を誘うっていう行為自体がストレスになり得るっていうことの証明ではあると思うんだよね、きっと。まあ今までね、誘えないってことはなんか情けないみたいな感じで思われてたかもしれないんだけど、聞いてる人の中でね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんだけど、人を誘うっていうことがストレスになってしまうっていうことが起こり得るタイプの人たちも一定数いるんだよっていう、そのカジサックさんレベルの人ですらストレスになるんだから、
やっぱなる人はなるんだよっていうことが、まあなんとなく分かってもらえたのかなっていうことで、ちょっと例としてお話し出したんだけど、まあできる限りそりゃね、こっちから誘う勇気とか気力があったある時はこっちからも誘うことはあるとは思うんだけれども、基本的にはやっぱり一人遊びしちゃってるし、人を誘うっていうことはやっぱ苦手だからさ、やっぱできれば誘ってくれたら嬉しいなと思っちゃうなっていう。まあ別に なんかその視聴者さんには全く関係、誘う誘わないは全く関係ない話ではあるんだけれども まあそう、誘ってほしいなと思ってるようなタイプなんだよって、隊長さんはそういうタイプなんだよっていう、そういうお話かな まあなんかここまでいろいろこう話してきたけどさ、ふと思ったのが、こう自分自身で無意識に自分にかかる負荷というか、まあストレスだね。ストレスを生きてる日常の中で最小限にしようって、もしかしたら動いてるのかもしれんね。もうずっと生きてて思うよ。めっちゃめんどくせえな、俺って。そうやってね、誘う誘わないってなった時の、こう相手がどうとかさ、断られたらどうとか、そういうのすげえ気になるんだけど、客観的に見るとなんでそんなこと気になっちゃうんだろう俺とも思うし、今回の話じゃなくても、なんかすんげえ細々としたことに意識がいっちゃうんだよね、いろいろと。で、それが自分自身のことならいいんだけど、他人のことのそういうなんか、ちょっと、そこどうなのなんて思うような部分にも、すごいね、ズバズバ言っちゃうんだよね。ついつい、そういうとこどうにかした方がいいよとか、そういうのはどうなのとか。で、それもね、家族にもそうだったりしてさ、まあ、家族なんてね、こう、何十年ともうずっと生まれてから一緒に過ごしてきてる、仲って言っちゃうとあれだけど、そういう間柄の人たちなわけで、もうずーっと治らない癖みたいなのも、やっぱ人それぞれあったりするんよ。それもね、毎回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 俺怒っちゃうんよ。いつものことだなーって、呆れて見過ごせばいいのにって思うんだけど、ついつい毎度毎度怒っちゃって、なんでいつも言ってんのにって。それがまたやっぱね、怒るとちょっとしょんぼりしてね、それもやっぱりストレスになっちゃうんだろうなっていう。そういう節があるからこそ、そういう別のところであんま人と関わらないっていう消極的なところにもなっちゃってる気もするし、いろいろ要因が重なって今の生き方というかね、生き方もそうだけど性格になってんのかなーって思ったかな。まあ人の性格なんてなかなか直せませんから、しかも大人だし、子供だったらまだねえ、なんとかなるかもなんて言えないけど、子供でも。まあ、大人になっちゃうとね、ある程度、その人格というか、そういうのがね、凝り固まってきちゃってる時期でもあるからさ、そろそろ、どんどん、年を重ねるごとに、ね、変わりづらくなっちゃう部分もあるだろうからさ、もうなかなか、この性格を直すには難しいんだろうなとも思うけれども、この性格とね、自分自身と今後も付き合っていくしかないからね。直せそうなところは直そうというか、直したいっていう気持ちはあるけれども。まあまあまあ、できる限りね、頑張って生きていこうとは思います。ね。まあ、話を戻すとさ、自分はこんなに誘ってるのになんで相手は全然誘ってくれないんだろうって、もし思ってる人がいるのならば、まあ隊長さんと同じような人はなかなかいないかもしれないんだけれども、まあ一例としてそういったことを考えちゃって誘いづらいというか、誘うのが苦手って考えている人も
いるから、まあ気持ちはわかるけれども、こっちの気持ちも一かけらでもいいから分かってほしいなっていう、まあ、あとは分かってもらった上で、まあ、お互いのそれはねお話し合いだと思うんだけれども、もっと誘ってくれていいんだよとか、こういうことしてもらっていいんだよとか、まあ、そこら辺は各々のやり取り次第だけれども、まあ、一例として隊長さんみたいな人ももしかしたらいるかもねっていうお話でございました。はい、長くなったな。もう1時間喋ってら。本当はあと20分ぐらい追加で話してたんですが、全く話が別のものになってたので泣く泣くカットしました。もしかしたら別の動画で出すかもしれないし、出さないかもしれません。よろしくお願いします。ちょっとだいぶ回りくどいお話にもしかしたらなっちゃったかもしれないんですけれども、隊長さんのことも一つみんな知れたと思うしね、そういうタイプの人ももしかしたら中にはいるんだろうなっていうことも分かってもらえたんじゃないかなっていうところで、今回は長々となりましたが終わりたいと思います。はい。そんな感じでございました。来月は1月の下旬ぐらいだと思うんですけれども、まあそうね、10月11月と、まあ、3つ出してきてさ、こうなんだかんだゲーム実況関連の話題が多かったじゃない。うん、で今回ちょっと趣向を変えてこういう話したけれども、正直毎回毎回話題を出すのにカツカツです。なのでまあちょっと話題なんかないですかね皆さん。よかったらコメントで話題をください。うん、まあ絶対にそれを話すっていうことではないと思うんだけれども、まあそれをもらった話題を織り交ぜながらなんかいろいろお話できたらなとも思っているので、ね、よかったらコメント欄でなんか次お話ししてほしいことありましたらコメント欄で大募集中なのでよろしくお願いします。はい。あとはまあ最後にね、まさかこんなね、一般成人男性の特に有名人でも何でもないような男の雑談動画を50分近く聞いてる人の中でいないと思いますが、チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録の方をポチポチっとよろしくお願いいたします。ね、チャンネル登録者数1000人目指して頑張っておりますのでね、まあ、ちょっと最近生配信とかあんまできてなかったりするんだけれども、来年はもうちょっと頑張っていきたいなと思っておりますって、ね、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、長らく聞いていただきありがとうございました。またね、次っていうか来年の雑談動画もそうですし、来年の動画生放送でねまたお会いしていただければと思います。はい、それでは今回はここら辺で失礼します。またお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。